い、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、ちょっと企画っぽいことをしようかなと思いまして、普段私はルックブックとか購入品紹介とかそういうのが多いので、ちょっとたまには違う感じもやってみようかなと思って今回やってみることにしたんですけれども、私普段から結構プチプラなファッションだったりとかファストファッションとかをよく買うんですが、その中でも代表的な GU、ユニクロ、ザラ、この3つのブランドでそれぞれ1万5000円を予算に春先取りコーデみたいな感じでやれたらいいかなっていう風に思ってます。で、まあ私は普段結構海外系のファッションが好きなので、その GU、ユニクロ、ザラで海外系のファッション組んでいこうと思います。今これオープニングね、本当に買い物行く前に撮ってるので、できるかどうかっていうのもすごく不安なんですけど、頑張っていろいろと探していきながら、なるべく今回はやっぱり参考になればいいなって思うので、セール品とかはなるべく使わずに、本当にどうしてもないってなったらもしかしたら買っちゃうかもしれないんですけど、なるべく新しいアイテムだったりとか定価のものを使ってやっていこうかなって思います。なので今から私は買い出しに行ってきます。どんな風になるのか、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。じゃーん、ということで買ってきました。いやー、疲れますね。やっぱショッピングっていうものは、まあ、私ザラは普段からお買い物するので、まあ、慣れてるっちゃ慣れてるんですけど、ユニクロと GU はあんまりお買い物しないので結構ね大変でした苦戦しましたね。なんかどういうのが置いてあるのかもあんまり分からなかったので、頑張って探してコーデ組んできました。ということで、じゃあ1ブランドずつ購入したものを紹介して、着替えてコーデ紹介してっていう感じでやっていこうと思います。じゃあまずはこちら GU からいきたいと思います。 GU はね、めちゃくちゃ久しぶりにお買い物行きましたね。結構高校生の時とかにね GU めちゃくちゃ買ってたんですけど、最近全然見てなかったのでちょっと久しぶりに行ってきました。ということで紹介していきます。じゃあまず1個目がじゃじゃん、こちらでございます。これはまあインナーみたいな感じなんですけど、まあ、トップスとしても全然使えるかなと思ってこちらを買ってきました。これはカップがついてるので、これ1枚で着れちゃうっていうやつですね。こういうのはもう夏とかすごい大活躍するので、1個持っておいてもいいかなと思って買いました。肌触りもねめちゃくちゃいい感じです。でここに調節がついてるので、自分の体に合わせて長さを調節できるっていう感じになっております。こちらが990円でございます。はい、ということでまず1着目これでございます。では続きまして2着目、じゃーん、こちらボトムスですね。ユニセックスで多分着れる感じなんですけど、一応表記はメンズのパンツ、バルーンパンツってやつで、シワになりにくい素材っていう風に書いてありました。これこれイージーケアって言って、洗濯後もシワになりにくくお手入れ簡単っていう感じで書いてありました。 S サイズを購入しました。結構サイズ感は大きめで、私ちょっとダボっときたなと思って最初 M サイズを試着したんですけど、 M サイズめちゃくちゃ大きかったので S にしました。これが1990円でございます。1990円ってやばいですよね。普通にやばいと思ってびっくりしました、マジで安すぎて。で続きまして3つ目、じゃじゃん、こちらでございます。そうです、セットアップを今回購入しました。やっぱりセットアップ楽ちんじゃないですか。で GU いろいろね見て回ったんですけど、ちょっとやっぱり若い子向けな感じがして、私的に結構若めなものかちょっと綺麗めな感じのものが多かったので、海外系ってなると難しいなと思って、まあ、でもなんかメンズのものとかをうまく使えば海外っぽい感じのコーデもできそうかなと思ってメンズのセットアップにしました。シャツジャケットですね。これがね多分人気な商品かなんかでサイズが XL しかなかったんですよ。で私 XL にしたのでめちゃくちゃ大きいんですけど、まあ、でもそれが逆にダボっとした感じで着れるので今っぽい感じのシルエットになるかなと思って XL だけどこれにしました大きめにポケットがついててね可愛いんですよ。でこちらのお値段が2490円でございます。安いびっくりする、マジで。生地すごいシワになりにくいはなりにくいんですけど、やっぱり軽めな感じかなっていうのは思いました。ユニクロとザラとかに比べるとどうしても GU は生地にチープ感が出やすいかなっていうのは思ったんですけど、でも割とこのセットアップは高見えできるような感じかなと思いこちらにしました。で続いて4つ目がラストです。ラストがじゃーん、こちらでございます。パーカーを購入いたしました。セットアップだけでもいいかなっていうふうに思ったんですけど、こういうパーカーとかを1個重ねてあげるとよりおしゃれに見えると思うし、で海外の方ってこういったパーカーだったりとかスウェットとかそういうアイテムをうまくミックスさせるスタイルが多いなっていうふうに思ったので、今回ちょっとパーカーをね買ってみました。これはマジで1枚持ってたら使えるアイテムなので、こういった GU とかでゲットするのもありかなって思います。でこれがね一応クロップド
っけみたいな感じで書いてあったんですけど、私ちょっとオーバーに行きたいなと思ったので XL サイズを購入しました。それがちょっとバルーンスリーブっぽくなってて、ここら辺でレディースっぽい感じのデザインが落とし込まれています。こちらが1990円でございます。安い、とにかく。はい、ということで以上 GU の購入品でございました。皆さんお気づきですか？私今回それぞれの予算1万5000円って言ったじゃないですか。こちらの GU の合計金額が計4点で7470円でございます。いや、半額半分にもいってないですよ。すごくないですか？1万5000円もいらなかった。 GU で7470円。あ、でしかもショッピングバッグ買ってるので、本当だったら7460円かですね。マジでびっくりしました。私正直1万5000円も大丈夫かなっていうふうに思ってたんですよ。今回靴とかバッグとかはさすがにちょっと難しかったので、そこら辺はちょっとね買えなかったんですが、にしても1万5000円全然いらんじゃんと思ってびっくりしました。はい、ということで GU は7500円ぐらいでトータルコーデができました。早速着替えてみたいと思います。はい、ということでこんな感じでコーデ組んでみました。どうでしょうか？今回コーディネートを完成するためにシューズは自分のものなんですけど、まあなんかローファーとか合わせたら可愛いかなと思って今回は合わせてみました。こんな感じです。予算1万5000円だったんですけど7500円ぐらいでできちゃうコーディネートです。そういったセットアップにあえてこういうパーカーとかをレイヤードしてあげることで一気におしゃれ度が増すと思うし、こういうラフなものを合わせることでより海外感も出るかなっていう気がします。今これ前開けてるんですけど、これ全然チャックちょっと上げてあげて着ても可愛いです。このジャケットも XL サイズなので、やっぱり結構ねオーバーサイズです。めちゃくちゃ大きめで、あとこの中のキャミなんですけど、これね普通にインナー用なんですね。インナーを私はトップスとして着ちゃってるので着心地はすごくいいんですけど、やっぱりちょっと薄めなので透け感が気になっちゃうかなっていうのがあるので、こういうキャミソールみたいなやつが欲しかったんですけど、なんかちょっと見つからなかったのでインナーをトップスとして着ちゃいました。なのでインナーを他で代用するか、まあ、ここをチャック前閉じてあげるかして目立ちにくくしてあげてもいいかなと思います。セットアップで今回コーディネート組んでるので全体的にまとまりはすごく出たんじゃないかなって思います。このカラーもすごく落ち着いたカラーで大人っぽく着れるので、 GU のものだけど割と高見えして見えるんじゃないかなっていう気もします。この GU のコーデは海外コーデの中でもちょっとクールめなハンサムな感じのコーディネートに仕上がったかなと思います。ちなみにセットアップだけで着てみるとこんな感じですね。もちろんこれもねセットアップなのですごくまとまりが出て可愛いです。前閉じてあげて片っぽだけ中に入れたりとかしても可愛いし、このパーカーをこんな感じで肩からかけてあげてもね可愛いので、レイヤードしてる分いろいろとコーディネートが楽しめるかなと思います。はい、では続きまして2つ目、じゃん、ユニクロさんです。ユニクロで購入したものを紹介していきます。ユニクロもね私あんまり買いに行かないんですよね。私のイメージ的にユニクロってシンプルなものが多くて、ちょっと年齢層が上めなのかなっていう気がしてて、そうだからあんまりねユニクロ行かないんですけど、今回いろいろユニクロで探って探ってコーディネート組んでみました。はい、ということで紹介していきます。まず1個目、じゃーん、こちらでございます。シャツなんですけど、これがですねメンズのやつで、すごいねいろんなカラーがありました。ホワイトだけじゃなくってなんかチェックもあったりとか、ストライプのシャツもあったりとか、たくさんカラバリがあって、すごく定番のアイテムなのかな。やっぱりこういう白シャツとかってメンズのものを女の子が着てるみたいなのが可愛かったりするので、結構ダボっと着たいなと思ったので、私は今回 L サイズを選びました。素材綿 100% なので結構シャツの中でもしっかりとした感じのシャツですね。海外コーデにはこういう白シャツがねすごく鉄板のアイテムなので1個持っておくとめちゃくちゃ使えます。こちらのお値段が2990円でございます。では続きまして2つ目、じゃーん、こちらでございます。ベスト、最近の海外のファッションのトレンド的にはレディースもすごくこうオーバーサイズな感じ、とてもメンズライクなファッションがすごく流行ってると思うんですけど、やっぱユニクロとか GU っていうのはレディースはすごくレディースの形、女性のボディラインをすごく綺麗に見せてくれる感じで作られているなって思うので、なんかちょっと海外系のファッションをしようとした時にどうしてもそのレディースっぽいシルエットがうまくこう合わなかったりっていうのがあったので、私はどちらかというとメンズのものを使ってコーディネートしてあげるのがいいかなと思いました。なのでこれもメンズのやつなんですけど、こんな感じのね普通のニットベストです。まあこれだけでももう海外好きそうだなみたいな感じの組み合わせだと思うんですけど、これも本当普通のベストって言ったらあれですけど普通のベストです。ニットのやつね。
私これは S サイズにしました。この理由もあったらちょっとね説明できればなっていうふうに思うんですけど、まあ割とベストはジャストサイズな感じのものを選びました。こちらのお値段が1990円でございます。私ユニクロこんなに安いと思わなくてびっくりしました。昔もうちょっと値段高くなかったですか？全体的に結構昔お母さんに連れられてユニクロとか行ってたんですけど、子供の時だったのか分かんないですけど、もうちょっと高く感じたんだよな。だからこんなに安いとは思わなかったです。あ、そうだ、でね、このシャツコーディネートを組んでみて試着した時にこれ重ねてきたんですけど、ちょっとねニットのこの糸をくず、やっぱ素材がコットンなのでちょっとつきやすかったです。なのでちょっとところどころニットがついちゃってるんですけど、まあそこはコロコロとかしてうまくやっていければと思います。でユニクロは続いててラストです。ラスト3つ目がじゃじゃーん、デニムパンツを購入いたしました。私ユニクロのデニム1個持ってるんですけど、生地もすごく履きやすい生地で柔らかめな感じで、シルエットもすごく綺麗なものが多いので、ユニクロではやっぱデニムをね着たいなと思ってこちらを選びました。これがですねダメージの入ったパンツで、シルエット的にはストレートかな。今回のテーマが春先取りっていうことだったので、ちょっと明るめの淡いデニムをチョイスしてみました。海外ファッションでは結構定番のアイテムなのでいいかなと思ってこちらをチョイスしました。私これサイズが26を今回選んでて、ちょっと大きめなものがいいかなと思ってこちらを選びました。というのも今年2022年のトレンドでローライズデニムみたいな、ちょっとこうダボっとゆるっとしたデニムっていうのが海外ではね流行るっていう感じで言われてて、まあなんかそんな感じのイメージでちょっとゆるっと着たなと思ったので、ほんと少しなんですけど大きめのものを選びました。まあでもこのデニムはねハイライトジーンズなので全然ローライズとかじゃないんですけど、なんかほんとイメージでちょっとブカッと着たらいいなと思ってこちらにしました。そうなので、さっきのベストはジャストサイズな感じでバランスを取ろうかなと思って、はい、そんな感じの理由でございます。こちらのデニムが3990円でございます。素材もねすごい柔らかくてめちゃくちゃ履きやすい。ということでユニクロで購入したものは以上なんですけど、こちらの合計金額3つで8980円でございます。あ、でこれもショッピングバッグ買ってるので本当は8980円、8970円かでございます。じゃあですね、8980円でございます。ということで早速こちらのコーディネートも着ていきたいと思います。はい、ということでこんな感じでございます。ユニクロコーデです。ユニクロは結構そうシンプルなアイテムが多いので、すごくこう定番な感じのカジュアルな海外ルックができたかなと思います。このデニムパンツも本当に形綺麗ですよね。私今回ちょっとウエストをねあえてこうちょっとだけ落として履いてるんですけど、しっかりとこうやって履いてあげてもやっぱユニクロのデニムはすごく形が綺麗だなっていうのも思いました。でこの上のシャツとウエストもですね、海外のスクールガールっぽい感じで、こういうデニムとかに合わせてあげることで一気に海外っぽい雰囲気が出るので可愛いと思います。この中の白シャツが結構大きめなので、ちょっとこう肩幅が出て全体的にこなれ感のあるような今っぽい感じのシルエットで可愛く着れるかなと思います。このベストも使いやすそうで、いろいろと着回しができそうなので、今回白シャツに合わせてますけど、襟のない普通の T シャツとかに合わせても可愛いだろうし、この上からねジャケットとかを羽織ってあげてもすごく可愛いと思います。シューズはこのコーデもローファーを合わせてみました。今回全部のコーデローファーで揃えてみようと思って、髪型もねカチューシャで上げてる感じでいこうかなと思います。ということで2つ目のユニクロコーデこんな感じでございます。はい、ということで続いてでいよいよラストでございます。じゃじゃん、こちらザラで購入したものを紹介していきます。私はね普段からザラを買うことが多いので、やっぱりザラが一番見ていてすごいコーディネートがポン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 と浮かんでくるような感じがしましたね。今回のこのコンセプトというかテーマが海外コーデなので、ザラはやっぱ海外ブランドっていうだけあって海外ファッションが作りやすい感じのアイテムが多いので、そういったところもあるかなとは思うんですが、これはやっぱ私はザラが一番好みなものが多かったです。ということで紹介していきます。まず1個目がじゃじゃーん、こちらでございます。ちょっとねシャツで被ってしまったんですけど、まあでも色は違うのでお許しください。こんな感じのサックスブルー、ブルーのシャツですね。これも綿 100% の生地なので、このユニクロのシャツと結構似た感じなんですですけど、まあ、これはレディース、ザラはレディースのものなんですが、で今回私これ XS サイズを購入してるんですけど、やっぱりユニクロの方が綺麗めな感じのシルエットかなっていうのを思いました。ザラの方がよりカジュアルに着こなせるようなシャツの形になっております。このブルーのねシャツも春にはめちゃくちゃ使えるアイテムなので、マジで1個持っておくといろんなコーディネートにね合わせやすいです。こちらのお値段が3990円でございます。
この3つの中のブランドではやっぱりザラが一番高かったかな。全体的に価格帯で言うと GU ユニクロザラっていう感じかな。で続きまして2つ目がじゃじゃーん、こちらでございます。こちらのスカパン、前から見るとスカートに見えるんですけど実はパンツっていうスカパンでございます。で結構私的には珍しいアイテムなんじゃないかなっていう気がするんですけど、でね、ミニスカートが今年すごくトレンドになるらしくて春夏なので、さっきの2つのユニクロと GU のコーデがどっちもロングなパンツスタイルだったので、ちょっとザラではミニなものにしてみようかなと思ってこちらを選びました。ブラウンのねチェックのなんですけど、全体的にこう明るめなブラウンなので夜でも全然着やすいかなっていう風に思います。であとこのチェックにねブルーが入っているので、このシャツとも統一感が出てすごくね可愛いんですよ。シルエットがね結構タイトめですごく綺麗で、とてもね今年っぽさが出るアイテムになってます。こちらのお値段が4590円でございます。で続いてでザラはラストでございます。ラスト3つ目がじゃじゃーん、こちらでございます。ブラックのニットで、これがねメンズのアイテムでございます。今回全部メンズのアイテム入ってますね。これがですね S サイズなんですよ。私 M サイズが良かったんですけど、 M がね在庫切れだったので S サイズにしました。一見普通のニットに見えると思うんですけど、実はこれねちょっとダメージが入ってるんですよ。こんな感じで、これがやっぱ今っぽくって可愛くないですか。今これ重ね着するんですけど、重ね着した時もこのダメージがあることで中のシャツのカラーが見えるので、そこがねめちゃくちゃおしゃれですね。やっぱり最後のアイテムこちらでございます。こちらの値段が5990円でございます。はい、ということでザラは以上でございます。ユニクロと GU で買い物した後にザラ行ったんですけど、ユニクロと GU が1万円でできたので、もしかしたらこれ1万円でできるかもしれんと思ったんですけど、やっぱりちょっとザラはセールアイテム今回ね使わないでおこうと思って定価のものだったので、どうしても1万円だとちょっと厳しかったかな私的に。まあ1万円でも組めるコーデはあると思うんですけど、今回予算1万5000円だったので、まあ1万5000円でできたらいいかなと思ってこちらを選びました。なのでザラがやっぱ一番お高めの合計金額になってます。ザラ3つの合計金額が14580円でございます。でこれもショッピングバッグ買っちゃったので本当は14570円かなでコーディネート組みました。こんな感じでございます。はい、ということでじゃあラスト3コーデ目のザラ着替えていきたいと思います。はい、ということでザラの海外ルックでございます。こんな感じに仕上がりました。どうでしょうか。さっきの2つのあのユニクロと GU がちょっとボーイズライクな感じのものが多かったので、海外ファッションっていうテーマの中でも少し変化をつけようかなと思ったので、ちょっと大人っぽめな感じのコーディネートにしてみたつもりでございます。この3つのコーデ他の小物だったりとか髪型とかで差をつけたくなかったので、今回はまあカチューシャしてローファー合わせてっていう感じでやってるんですけど、私は本当はこのコーデはキャップをかぶりたいですねちょっとスポーティーさをプラスしてあげるとより可愛いかなっていう気がするので、本当はねキャップをかぶりたいんですけど、でもこのヘアスタイルでも可愛いかなって思います。シャツがあるだけでね一気に大人っぽい印象出ますよね。すごい仕事できそうな感じっていうか、大人はミニだけど上がシャツとニットでできる女風な感じだけど、ニットはダメージ入っててカジュアルな感じも忘れずみたいな、同じ系統のもので綺麗にまとめるのも可愛いんですけど、こういういろんな系統のものをうまく組み合わせてあげてミックススタイルを作るっていうのも私はすごく好きなので、今回はこんな感じでコーディネートを組んでみました。このスカートほんと形綺麗で、前から見るとめちゃくちゃ綺麗なタイトスカートに見えるんですけど、でもパンツになっているから履きやすいし気にしなくていいので、このボトムは結構おすすめです。トーンは落ち着いてる感じなんですけど、やっぱこのブルーのシャツがねより春っぽさを出してくれてるかなと思います。爽やかな感じで、はい、ということで予算1万5000円のザラコーデこんな感じです。はい、ということでこんな感じで3つのブランドで海外コーデそれぞれ組んでみました。いかがでしたでしょうか。 GU ユニクロザラでそれぞれ1万5000円でコーディネートを組んでいったわけなんですけれども、まあ、とにかく GU とユニクロのお値段の安さに改めてびっくりしました。 GU はやっぱりすごく低価格で買えるっていうのでいいなっていうふうに思いました。ただ3つのブランドの中だと生地感とかでどうしてもチープな感じが出やすいかなっていうのも思ったので、でも高見えするアイテムもあると思うので、そういうアイテムとかをうまく使っていきながらコーディネート組むのもいいかなと思いました。でやっぱ
まあこの3つの中だと価格もそうですけど、デザインとかも結構学生さん向けな感じのものが多かったような気がするので、学生の方とかにすごくおすすめかなというふうに思います。でユニクロは私は個人的にメンズの方が可愛いかなっていう気がしました。さっきも言ってたんですけど、レディースはもう本当なんだろう、私が普段着るような系統じゃない感じのレディース向けっていう感じで、ちょっと綺麗めなものが多かったりとかっていう風に感じたので、私だったらさっきみたいにメンズのアイテムとかを取り入れながらコーディネートを組むかなっていう感じですかね。でもやっぱデニムはすごく形が綺麗だなっていう風に思ったので、種類もたくさんあったし、サイズ展開も結構豊富だったので、デニムはやっぱりすごくいいなって思いました。まあ最後ザラなんですけど、やっぱり私が一番好きな系統のものが多いですね。ユニクロとか GU って結構誰もが着やすい感じで、すごくシンプルなデザインだったりとか使いやすいアイテム多いんですけど、やっぱりザラのこういうちょっとねダメージが入った感じのものだったりとか、こういうニットとかもちょっと工夫が入ってたりとか、この3つの中ではやっぱデザイン性がすごい高いなっていう風に思います。なのでちょっと個性出したいなっていう方とかはザラがおすすめかな。まあ、ただこの3つの中だとやっぱり価格帯は一番上ですね。ちょっとお高めかなっていう風に思います。はい、ということで今回はこんな感じで予算1万5000円でそれぞれのブランドで先取り春コーデ組んでみました。どうでしたかね、みんなどのファッションが好きだっただろう。私結構ねユニクロのコーデもすごく好きだったし、このザラのコーデもすごく好きでしたね。 GU はねぶっちゃけちょっと難しかったですね。一番悩みました。テーマ今回海外ファッションだったので、それもあるかなっていうふうには思うんですけど、よかったらねぜひ皆さんの一番好きなコーデもコメント欄で書いてくれたら嬉しいです。はい、というわけで今回はちょっとね企画っぽい感じの動画となりました。もし好評だったらね、またシーズンごととかにやっていけたらいいかなっていうふうにも思います。なのでぜひぜひ高評価をお待ちしております。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。